パチマガキがおぜパチンコ CR 新北斗武装導入直前スペシャル。よっしゃー、待ってました。さあ今回はですね、サミさんの最新機種、はい、パチンコ CR 新北斗武装の魅力をですね、うん、パチマガキがおずのメンバーの中からね厳選したこの3名で、いや精鋭だ、精鋭たちで、はい、はい、大丈夫ですかね。いや、いや、今いない人が何言ってるの。本当だ、精鋭っていないですね、気が合わせて今そういえばね、はい、まあこの3人でお届けしていきたいと思いますけども、はい、今回からですね2回にわたっていち早くお届けしていきたいというふうに思っております。おすごい、豪華、はい、素晴らしいですね、はいはい、そして、番組の最後にはですね視聴者プレゼントも用意しているということですのでね、最後までお付き合い願いたらと思います。あの今作の北斗は、うん、はい、北斗にあって北斗じゃない、見たこともない北斗と歌ってるだけあって、はいはい、導入前からかなり盛り上がってるんですよね。なるほど、確かに盛り上がってんね、はい、はい、僕も北斗シーズン本当に好きで、も今日かなり楽しみにしてきましたから、はい、でもちょっと七之助君がねいつも以上に気合入ってますね。なんか、いや、そりゃそうですよ。なんだって私、はい、まあ、1月14日に開催されました、はい、最速ファン試打会に行ってきました。うちらも行ってて、あ、確かに、はいはいはい、そこの僕はリポーター役として、なんか来てたね、なんかね、なんかこそこそやってみたいな言い方やめてもいいんですけども、まあ、そちらのね、はい、VTR がありますので、はい、まずはこちらをご覧ください。どうぞ。さあ、私東京都水道橋東京ドームシティプリズムホールで開催されている最速ファン試打会にやってまいりました。というわけでね、そろそろ始まるようなんで行ってみたいと思います。ちょかしたたらずだかちうざいわ、緊張がすごいった今。さあ、会場には見たこともない北斗をいち早く見ようと抽選に見事当選された約150名のファンの方々が集まり、期待と興奮ですごい熱気になってました。この中にいますか。早速行きたいと思います。お邪魔します。どうもお疲れ様です。いやいや、あのこれからあのイベントねあると思うんですけども、ちょっとその前にお時間いただいてお話伺えないかなと。もうファンイベント始まるの。いや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 、まあゲスト出演されるというところで、はい、率直にねどんな気持ちで臨まれるのかなと思いまして。すごいね、なんかね、はい、かしこまっちゃってるね。いや、なんだろうね、いや、いいんじゃないですか、こういうね、なかなかないですもんね、はい、導入される前に、はいはいはい、ね、新しい台が打ちつつ交流できるっていう場がなかなかね、ないからいいんじゃないですか、こういうのはね。どうですか。いや、もうすごいいい試みだと思いますよ。本当北斗ファン、はい、そしてパチンコファンの人とね、はい、ちょっと絡むのすごい今から楽しみです。おー、あの筐体も一新されているという話を聞いたんですけども、実際に 見ました。そうなんですよ。いや、これね、私は等身っていうらしいんですけど、おお、はい、かなりすごい。おー、いや、でも本当にもう大学だけじゃないです、これ。あ、かなり変わってるっていうか、あの演出面が一新されて、はいはい、これはちょっとさっきあの見たけど笑っちゃったもん。すごすぎて。あ、なるほど。度肝必見だと思いますよ。あ、そうですか。じゃあお二人とも度肝を抜かれたという感じで。いや、これはすごいね。あ、本当に。なるほど。じゃあ僕もねこの後見るんで、めちゃめちゃ楽しみにしたいと思います。絶対これあれだよ、うまく解説できないとあれだからね、七之助にかかってるからね。そうですね。せっかくね、サミさんがいいのいい台を出したのに、うん、その解説をしっかりしないとダメですからね。いや、分かってます。だから今もう脇汗びしょびしょなんだから、やめましょう、やめましょう。そういう話はやめましょう。ギガウォーズ今、どっちさんお休みですから、ここでね、皆さんと。それいる、それ。いや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 、皆さん、ね、ここで言わなくてもいいじゃん、相手。いやいやいや、久しぶりに土手さん見たぞって。久しぶり、サイトセブンの久しぶりの土手さんですよ。なんか言っといた方がいいんじゃないですか。そうです。サイトセブンさんでもう一個のね、シルビーってやってる方も落ちちゃって。もう大変なんだよ、もう暇でしょうがないんだから。どんどん来てくださいね、これ。お願いしますよ。さあ、そしてイベントのスタートでーす。今回ですね、その統括庁の各市ゲストライター陣から台の紹介があり、いよいよ下に移るんですが、普通に試打するだけじゃつまらないと、赤、青、緑の3色にチーム分けしまして、チームごとの総当たり回数でバトルという面白い企画になってました。これで白熱したよね。さあ、というわけでまずは土手さんが下、もう打ってる人もみんな楽しそうでした。土手さんがどこにいるか探したいと思います。前半は自分が打ったんだよね。そうですね、土手さんからですね。会場はもう本当に人ですから、
いました、いました、いました。土手さん、ね、帽子が目印、分かりやすい。会場内もね、人がいっぱいで熱気がね、良かったね。この会場を見てるとですね、やっぱ北斗の拳って男がやっぱね、見るね、ものだと思ってたと思ったんですけども、全然女性のお客さんというかファンがすごい多いんですよ。そうだったかも、はい、結構女性のペアで来られる方々が多かったりしましたよね。今みんなが当たり始めてっていう感じですかね。さあ、すごい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 、ね、30超えた、これ僕一番点数出ました、ね、おすごいよね、あれ面白かった、すごい素晴らしい。38ポイント。さあ、ここで前半戦が終了。我らが緑チームは現在何位なのか。パチマガチーム2位ですね、2位。まあね、後半のスケロクさんですよ。さあ皆さんですね、もうね、調節、音量調節がもうやり終わって、もう今か今かという感じがねしておりますけども、それ早く打ちたいですよね。ね、北斗シリーズの最新機種ですから。そうだよ、信頼がこのタイミングで出てるのはね。そうですね、みんなもずっと前からハンドル握ってましたからね。もうみんなね、はい、楽しそうだったよね。本当でしたね。これもすごかったね。はい、迫力がねありますよね。やっぱ強いわと言わざるを得ないですね。で、その真向かいなんですけども、すごいですよ、国王が。これ多分等身大のデカさですよね。俺の手よりもひずめの方がデカいって、これ乗ってるラオウ、いやーもうそれは強いわと言わざるを得ないの、ね、これ乗りこなすんだからね。いや、よほどですよ。こんな感じですね、もうすごい、この会場自体が北斗の拳のね、らしい、なんていうんですかね、その世紀末っぽい感じですね。世紀末って言ったら、世界観に入って、荒れまくっちゃって、いやいや、その時の僕は、ね、こう思ったんですよ、たまたま、はい。でもね、やっぱこうね、台も見ますからね、暗くて。いや、この規模でないよ。ないですよ。迫力はすごかったですね、やっぱり。ちょうどですね、今大当たり、された方がいらっしゃいます。で、当たった、で、上のデータ表示器に見てもらっていいですか。お、うわ、すごいな、これ表示器で。すごいですよね、今年を買ってるね。ボーナスと祝福してくれてるようで。あ、なんだね、スケロクさんが当たるぞみたいな横で。おー、おめでとうございます。おー、すごいジェスチャーで体全体でアピールしますね。すごい。データ表示器に注目してもらいたいんですけども、まずこの大当たり6となっているのが、その日の大当たり回数ですね。で、その右にありますマイデータ、こちらリセットすることによって、その人が1から打ち始めたデータを確認できるという非常に便利な機能があります。これ便利だよね。そうですね。で、これ実際にホールでもできる機能なんで、かなり便利なんでね、皆さんもぜひ活用してほしいなと思います。おお、でもいいぞ、すごいぞ、なんか滑らかにね、すごいすごい、ちょっとトキみたいな動きしてるんですか。若い。いやー、さすが、意外と頑張ってるね。さあ、そして後半戦が終了しました。チームごとの総当たり回数と北斗百裂拳ゲームの合計で勝負です。我々緑チームですが、果たして。そうなんですよ、すごい、勝ちましたね。すごいですね。やりました、2人が勝ちました、素晴らしい、おめでとうございます。緑チームで一緒に頑張ってくれた皆さんにはサミーオリジナルグッズがプレゼントされたんですが、なんと負けてしまったチームにもチャンスがあるということで、数々の豪華景品が当たる大抽選会が行われました。これ本当すごかったね。これでこんなに豪華なこういう品会初めてかもしれないです。これ自分で引いてて欲しかったもん。いや、間違いない。これは豪華だったよ。そして最後にはゲストライター陣と並んで記念写真も撮れたりと、終始賑やかな試写会となっていました。いやー、楽しかったですね。楽しかったね。はい、もうね、参加
してる僕らもすごい楽しかったですけども、うん、はい、来てくれた方も本当にもう台に釘付けになってましたよね。ありがたいね、うん、ですよね、うん、なので、うん、これからですねサミーさんから新機種が出るときはですね、はい、またおそらくこういったねファン参加型のイベントがあるんじゃないかなと思いますんでね、皆様も、はい、ホームページなどでチェックして参加してほしいなと思います。はい、さあそしてねこの見たこともない北斗というのが一体どんなものなのかというのは非常に気になってらっしゃると思いますのでですね、まずはですねスペックの方から紹介していきたいと思います。本機はですね幻灯スペックと言いまして、当選確率は約 319.7 分の1、そして、ST 突入率は 50% 以降130回転まで継続します。その ST 中の連チャン率が約 80%。 ただですね、残念ながらその ST に突入しなかった 50% にも時短が100回ついてくるということですので、その時短の引き戻しも含めますと初当たりから約 63% で ST 突入が見込めるといったことになっております。さあそして右打ち中はですね、50% オーバーで、約2400個の払い出しが期待できるといったすごいスペックになっております。目玉感ありますね。これはねかなり期待できるんじゃないかなというふうに思いますけれども、続きましてですね、本機の激アツ演出ですね、注目すべき激アツ演出の方をちょっと見ていきたいと思います。こちらになってますね、はい、今、7つ表示されていますけれども、出現すれば、全て期待度 40% オーバーということになってますね、はい、ま、あのサミーさんっていうとおなじみのもうキリン柄、ね、あとは激アツ演出の、ま、次回予告だったり、雑魚軍軍予告だったりねありますけれども、やっぱり注目はこうね新北斗無双エンブレム赤、このスーパー発展時にねロゴがガーンとね派手に出ますんで、その時の色が赤だともう大チャンスと。あーなるほど、はいはい、そして新枠ですね、新枠の闘神、はい、ここにあるのが、ドライブギアですね、飛び出るのもありました引くのもありました、今回は飛び出て引くんです、ドライブギア、これが発動されると大チャンスということですね。だからそのあたりにも注目していただきたいな。そして最後にですね、やっぱり本機最強のリーチ、4兄弟リーチ運命の人、まあ、これはもう出るだけでもう大チャンスですので、まあ、このあたりに注目していただければより楽しめるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでいろいろ紹介してきましたけれども、はい、もう打ちたいですよね皆さんね。打ちたいです。いやもう早くやりますからね、打ちましょう本当に、はいはい、でもただね実践するだけだとあれなので、うどうですか、まあ、今回の新北斗無双、はい、ST 継続率が約 80% というねところが魅力でもありますので、はい、ちょっと大当たり回数でバトルってどうでしょうね。おいいじゃないですか、面白そうです、やりましょう、負ける気しないです、はい、でまあ、ちょっと先ほども言いましたけれども、じゃあもう誰がその大当たり回数で一番多く弾けるかっていうのを、はい、どうですか見てる皆さんに、うん、予想していただいて、はい、それ的中させた方に視聴者プレゼント。あーいいですね。いやいやいいですか、責任重大じゃないですか、はい、急に重大ですよ。マジっすか、まだのほほんと自分たちが楽しんでてもダメなの。ダメですね、うわーそれは、はい、頑張ろう、はい、はい、なのでちょっとプレッシャーかかりますけれども、かかりますね、でも楽しみですね、いややりましょう、はい、はい、実機もありますんで早速、はい、打っていきたいと思います、うん。さあそれでは準備の方はよろしいでしょうか。はい、バッチリです、はい、視聴者プレゼントかかってますんで、はい、頑張っていきましょう、はい、それでは実践スタートでーす。おーいしゃ、いややっぱりね今回なんといってもこのクラッシュビジョンがすごいですよね。いやーねすごいよ、すごいでしたね、はい、普通その、まあ、東海液晶の場合ってちょっとその映像がねそんなにちょっと裏が透けてたりとかそこまで綺麗じゃないことが多かったじゃないですか。意外とねちょっとぼやけてる感じなんだよね、はい、でも俺は本当に分からないですよね。分からない、言われなかったら分かんないもんこれ。いや全然分かんないと思います。そうですね、メーカーの人も言ってましたけどコンセプトがその北斗であって、まあ、北斗ではないっていう本当に全く新しい北斗っていうのをテーマにしてましたから、でもそれが伝わりますよね言ってると。はい、開始早々伝わってきますね、うん、確かに。じゃあこれね、はい、初打ちの時のね最初の5分とかで、はい、結構衝撃的だと思うよ。ですよね、これは。まあ今ドテチンさんの台でも、おお電子の、おお、あららら、
おっとそれいいラッシュ、あそれチャンスの連続演出ですね、まあ、3回4回続けばチャンスになります。あれ1回で落ちた、あこれロングリーチだ、はい、ロングリーチもねここではねなかなか当たらないけどっていう、ね、そうですね、発展するかどうか、ね、これ基本的にですねロング系のリーチは一撃当選チャンスに行くかどうか、あ、まあ、その際にあの右下にさっきは投機レベルっていうのが皆さん溜まってると思うんですが、ね、はい、これがですね100に行けばその決戦系もしくは4兄弟のリーチに発展しますので、はいはい、予告の間にその投機レベルがどんどん上がっていく様を楽しむと。なるほど、そうですね、はい、今ネクスト来てますけどこれが連続演出につながったらモーターさらにこう変動中にあると、結構北斗シリーズってそうっとちょっとそれで僕緑保留で今電波後にユリア出てきたんですけど、これ基本的にユリアが出てくれば大チャンスなんですよ、ユリアは熱い、これありますよ、やめて、でこれ今飛行ギミックでショック見えてましたけど、あれもあの色と赤もあるんですけど、はい、色とあとどこに出るかっていうのが結構重要なんですよ、真ん中に出ればチャンスになりますね、真ん中確かにあんま出ないわ、右下出なかった、そうなんだ、さあ今2回目もう1回欲しい、うわすげ どうってこれユリアは熱い、マジでよしよし、そして3回いった、うわこれ一番乗りいけるんじゃないですか、ちょっと K さん空気読んで、ロゴ落ちも熱いですね、このロゴも赤があります、よしボタンも光って、おい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 、お一時100いった、この時点で、決戦系のリーチもしくは4兄弟リーチになってしまう、さっきも言った大チャンスね、でこのロゴが落ちるときに白と赤なんですが、まあ、今は白でしたね、なるほど、来た、まずタイトルの色、タイトルは白でしたね、で文字も白、おこれ今真剣ゾーンが降りしてますけど、これ真剣ゾーン入ればさらに期待度上がりますからね、あさっき話してたやつだ、でここで繰り出す技が奥義だったらチャンスアップなんですが、奥義ではありませんでした、ボリューム赤い、奥義だ奥義だ奥義発動、奥義これもチャンスアップ、あこれ今透けたのもチャンスアップですね、緑と赤があります、奥義としてここの文字の色はデフォですが、ここもキリンがありますね、カットイン右だら、うわー、右って赤だ、赤か、あるある、やばいやばいやばい、もうこれね、トキとラオウが共闘するっていうね、すごいね、まさにオリジナル、ね、そうですね、どうだ、よっしゃー、マジでやりました、すげーよー、おっしゃ、一番乗りいただきました、いやいやいや、まだでもですよね、こっからですよね、そうそうそう、まだ6ですから、いや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 、ね、50% で伝統ラッシュですからね、はい、そうですね、まあ、ちなみにこれ赤字からだった場合は、はい、そのまま SD 突入になりますね、なるほど、じゃあここは赤になれば、偶数になれば僕らは止まれ、偶数でいい、よっしゃ、おー、やりました、 SD やった、マジかまずいな、奇数だった場合はこちらですね、限定ボーナスになりまして SD 獲得ですね、はい、で今偶数だった場合は激闘ボーナスというものになりまして、はいはい、こちらだった場合はですね、まあもちろん SD には入らないんですが、はい、この騎士嬉しいところが必ず時短で100回つくという、いや嬉しいね、これ大きいですよね、そうですね、はい、まあ、なのでもちろんここで引き戻せば全て SD に入ります、なのでこの SD の初当たり機の突入率は 50% なんですが、この100回転の時短も込みますと、約 63% でこの SD 幻想ラッシュに入るという仕組みになっています、いいですね、はい、初当たりから十分、ね、SD に期待できる、だからね、その SD 突入しなくてもその時短100回転をご紹介している最中に心の整理がつくんだよね、さあそしてですねこれ今話してても申し訳ないですが、さあこれ16人のキャラ選べる、これがね嬉しいんですよ、誰選びましょうかね、
この好きなキャラとあとはスタイルで選ぶのがいいですね。すげえ、ほんといっぱいいますね。じゃあ僕最初は王道のケンシロウでいきましょう。バランス型、バランス型で、こちらが選べるのが16人、そして、敵として登場するのが24人計、いろんな組み合わせも含めまして368パターンの人が楽しめるとすごいっすね。すごすぎですよ。新北斗無双ならではっていうことですよね。しかもなんか、はい、ありえない戦いもあるわけでしょ。そうですよね。もう連作じゃ考えられないような。すごいあのバッドとリンが戦ったりとか、はい、えなんか見たいような見たくないような戦いで、ね、お赤保留エスティン中のこれがさらに期待できますよ。ちょっと待って、ただ敵が強敵でしたね今。もう見せ場作ったからいいでしょう。太陽、まあ、大きく分けて敵のグループ5つあるんですけれども、はい、星2の海王ラオウケンシロウはまあ強敵です。あ、なるほど、なるほど、ね、これがね面白いんですよ。まず今文字がね赤だったチャンス、ここ先制すればもう勝利同行、まあ、基本は敵の攻撃です。あ、これカットインで反撃チャンスアップ。で最初の反撃でどこまでメーター減らせるかってめっちゃ重要です。うわこれ熱い、ここまで減るの結構熱い。で今繰り出した技も青でしたけど、ここ赤の技だったらさらに期待でアップでした。どうだ、いけ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 、くっ、おお、やったー、いきました。気持ちよさそう。強敵海洋を撃破して大なり。気持ちよさそう。すげえなー。結局も下のメーターが全部減ったら当たりっていうことでいいんだよね。わかりやすいです。で、あとはこれが7に変われば1400。もういい、もういいよ、スケさん。すいません、お二人とも先に2回も当たっちゃいました。ちょっと、いや、これ結構でかいアドバンテージつけられちゃいましたね。早くもですね。え、7、7、何パーだっけ？ですね、50パー以上ですね。あ、正確には図柄が揃った際は、はい、まあ、50パーなんですけれども、はい、他にですね、指定チャージというランクアップ式のボーナスがありまして、はい、そこでも16ラウンドがありますので、それを含めると50パー以上の。なるほど、なるほど。しかも2000じゃないですからね。これがでかいんだよ。そうですね、2400近く取れますから。なるほどね。さあ、今です。いや、上から目線当たってないって言われたくないわ。あ、ごめんごめん。さあ、今最初にですね、ちょっと説明する前に当たっちゃったんで、はい、もう一回 ST のおさらいしたいと思います。はいはい、ST 伝統ラッシュは ST 回数が130回転。はい、そして ST 継続率が約 80%。はい、そして、最大で今約2400取れる大当たりが 50% 以上となっております。おー、まあ、なので継続率も高めですし、はい、約319分の1という確率なのに、その爆発力も十分あると。いやー、すごいよ。すごいですね。夢のあるステップとなっております。で、じゃあもうその SD 中いろんな楽しみ方自分でいろいろできるわけでしょ。あ、これはもう本当打ち込みが、はい、半端ないし面白いよね。そうですよね。368通り、はい、368通りですね。すげえな。もうだって自分で1当選チャンスいきました。また何かするんですか。これ期待度も高いですし、まあ、当たればいきなり当たりですから、これボタン成功すれば、ボタンが重要。レバーなら大チャンス。やめ、まだやめろって。あ、あ、出たんだ。ドライブギャーいきます。あー、あー、危ない。あー、惜しい。すげえな。すっごい。なんでアンドボタン。普通に引いちゃうけどすげえな。はい、出てきて、出てきて引くんだね。引く、はい、押すんじゃないんですね。すごい、押すだけじゃないんですよ。基本的にですね、ボタンは、はい、かなり種類ありまして、普通にボタンを押すタイプとこれ飛び出てレバーを引くタイプ、はい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 、でもちろんドライブギアのレバー引く方がチャンスアップですね。ああ、あれ、ちょっと、え、それ、これ大チャンス。真剣で止まったよ。真剣ゾーンってこれ大チャンスじゃない。これ先読みはですね、熱い熱い。いや、これはちょっと北斗ゾーンと真剣ゾーンがあるんですが、真剣ゾーンは本当に熱いですよ。置いていかないでくれ。さっきも紹介したね。しかもデビルリバース赤だし、すげえ一緒に行ってますけれども、さあまだまだ続いて続いて、あ、なんかちょっと前でしたよね。お、ネクスト行きました。あ、ボリューム赤に変化。お、さあ僕リーチ発展しましたよ。
さあ敵がまず大事です。あ強い海王は大きく分けて5つグループある中の最も強敵ですね。圧倒的レベル100いった。扉も赤、赤尽くし。これはいいじゃないですか。赤いよ赤いよ。え、それ新国のエンブレムの赤、絡んでますか。タイトル赤、セリフ赤、大チャンス2つ。もうなんかすごい、まあまあ減りましたね。もっと減ればよかったですね。来た、これ赤い技だったら強攻撃なんで、これ大チャンス。あーボタンもチャンス、これいけるでしょ。いきます、シャー、あー気持ちいい。さあ奥義も発動してますよ。チャンスアップが続いております。いやこれはちょっと期待できるんじゃないか。さあここでどっちが選ばれるか。うわキリンだ、きたー大チャンス、大チャンスだ。これはこれは来たぞ、王道だ王道、いけ、あいや気持ちめっちゃバイブしてます、めっちゃバイブしてます。うん見事だった、いやー素晴らしい。さあここが重要だね。そうですね、やめて、ドルさんは1回で、ね、1回にしといてお願い。時短見せましょう、時短見せましょう、いらないでしょここで。激闘ボーナス見せましょう、ほら何だ、激闘ボーナス見せましょう、ここから変わるでしょ。ただあの一応ラウンド中にもチャレンジを行いますね。そうだね、激闘ボーナスが、はい、まあまあまあ、まあ、まあそれでも100回時短しますから。そうですよ、だってもう終わったからだってこっからゲートラッシュ行くんだっつうの。さあどうかな、やっちゃったぞさすが、やっちゃったぞ、さすがドテさん、いいでしょここでやんなくたってこんなこといやいやいや時短で引き戻せばいいんですよ、こっからあるじゃないの、時短で引き戻せばいいんですよ。はい、ということでここまでが前半戦となります。はい、はい、この続きはですね後半戦お楽しみということになるわけなんですけれども、ここでですね、視聴者プレゼントの方ねお知らせしたいと思います。お、スケロク、はい、そして篠介、はい、私ドテチン、この3人の中でですね、うん、誰が一番大当たりを引けるかというですね、はい、大当たり回数が誰が一番かというのをね、はい、皆さんに予想していただきたいと思います、はい、もし、当てた方の中からですね、はい、5名の方にこちらですね、これすごいですよ、パチンコ CR 新北斗無双特製ノート、おー、こちらの方をですねプレゼントしたいと思います。かっこいいっすね、これねなかなかレアですよ。いや、大きさも大きいし厚いし、もういろいろかけますよ、うん、そうですね、はい、欲しい欲しい、はい、ということでこちらの方をねプレゼントしたいと思います、詳しい応募方法とかですね、締め切りなどは、ね、今ちょうど出てるようなんで、はい、こちらの方をチェックしていただければと思います、はい、ちなみにちょっと前半戦、はい、ちょっと振り返ってみましょうか、大当たり回数、スケロクが4回ですね、4回で私が1回で、しのすけが0回ですけども、はい、まあ、大体もう全然もうどんぐりどんぐりどんぐりで全然全然もうこれね、誰に投票すればいいかともうお分かりじゃないですかね。いやいやいやかませんですから ね、 そうね、前半戦ね、素晴らしい振りを見せていただいて、そうなんですね、はい、どうなるか、後半どうなるかね、どっちかなっていうのね、ちょっとね、いや、このまんまいっちゃうんじゃないかな、本当ね、お願いします、本当はい、頑張りましょうね、この2人も頑張りますんでねはい、ということでね、今回はこの辺になります、次回も楽しみにしてください、それではさようなら。